イブロッシーイブロッシーはスイスの発明家、パイロット、ジェットマンと自称し、フュージョンマンなどのあだ名がついている。ジェットエンジンを搭載した翼彼は背中に、ジェットエンジンを搭載した翼をつけて、空を飛んだ、最初の人間である。ジェットパックのように人間が直接空を飛べるような、ものは、すでに第二次世界大戦中に考案されていたが、翼があるもので飛んだのは、彼が初めてである。 彼は折りたたみのできるカーボンファイバー製の翼服が約2.4メートルほどの飛行機型の翼の下にケロシンを動力にする小型のジェットエンジンは4つ搭載されているリュックサックのようなものを発明した。また飛行の際にジェットエンジンの排出する熱にも耐えられるように消防士やレーシングドライバーが着用するような防火性の高い服を用意した。 飛行の際にはまず小型飛行機で上空に移動した後に翼を畳んだままで飛び降り飛行後にはパラシュートを使用して地上に降りた最初の飛行実験は2004年6月24日にジュネーブ上空で行いそれ以降30回以上の飛行実験を重ねてきた2008年5月14日にジュネーブ湖の近くにあるベックスで初の公開デモンストレーションを行い約6分間 空を飛ぶことに成功した。2008年9月26日には9分7秒の飛行に成功し、フランスのカレーからイギリスのドーバーへとドーバー海峡を横断し、その動画がインターネット上で公開された。その際の最高速度は時速 299km に達した。同じ2008年、今度はアルプス越えに挑戦、その際時速 304km を記録した。 2011年5月7日にアメリカ合衆国のグランドキャニオンの上空を置いて約8分間の飛行を行った。かつて彼はスイス空軍の戦闘機パイロットを務めており、ミラージュ3、カイマイナス5、ホーカーハンターなどに乗っていた。スイス航空でボーイング747を操縦していた経験もあり、現在はスイスインターナショナルエアラインズのエアバス A320 のパイロットを務めている。 彼とスポンサーはこれまで装置に19万ドル以上の費用を費やしている。ありがとうございます。